ザプリンスアライブズツーブレイクザ、スペルウィッチハズケプトスリーピングビューティーハー、キングダムアスリープフォー100イヤーズ、A クラシックウェル、ノーンユーズオブユーカタストロフィー、イラストレーションバイギュスターブドレユーカタストロフとは、物語終盤におけるオードン伝外しを意味しており、主人公が恐ろしく、差し迫った、それでいてもっともらしく、いかにも起こりそうな運命をたどることなく大断縁と、なるものである。 作家の J.R.R. トールキンがギリシャ語の窃盗時で、良いを意味する EU という言葉と、古くから文芸批評において物語の結末や解き明かしを指す言葉として使われててきたキャタストロフィーにつなげた造語である。トールキンにとって、その言葉は明らかに形式的手な文字通りの語源的意味を超えた主題的な意味を伴っていた。1947年のエッセイオンフェアリー。 ストーリーズの中で述べられた彼の定義によると、U カタストロフは神話創造概念の基本的な部分である。トールキンの関心は神話にあるが、一方でそれはキリスト教の福音にもつながっている。トールキンはキリストの誕生を人間の歴史における U カタストロフと呼び、その復活を受肉の U カタストロフと呼んだ。なお、井の熊洋子はこの造語を 幸せな大詰めと翻訳した。U カタストロフはデウスエクスマキナの一つの形式であると捉えられてきたこともあった。両方とも解決不可能な問題が突如解決されるという部分で一致していたためである。しかしながら世界中の物語の中でストーリーが展開する際の楽観的な考え方との固有の関係など、それぞれに違いがあることも述べられてきた。 トールキンによれば、ユーカタストロフはデウスエクスマきナがなくても起こり得るものとされている。トールキン作品において、ユーカタストロフの例として最も知られているものは、指輪物語のクライマックスである。サウロンの勝利が目前かと思われた時、滅びの山でフロドゴラムが待ち伏せていたことから、一つの指輪が完全に破壊されることとなるのである。フロドは結局のところ、 一つの指輪を自分の所有物であると主張して困難な旅の終盤で失敗してしまうのであるがそこへ突如としてゴラムが現れ指輪を盗み甲骨の眼差しでその指輪を眺めながら火の中へと落ちるのであるもしフロドの中にゴラムの命を助けようという以前の慈悲がなくまたもし指輪それ自体のゴラムに対する破滅的な影響がなかったらサウロンは きっと一つの指輪を取り戻していたであろう。このように、悪は、いとも簡単に、また予測不可能な形で小さな優しさの行為と、またその悪自身の破滅的な企みを通して、倒れるのである。ユーカタストロフのもう一つ別の例としては、トールキンの作品において、わしたちが、思いもよらない助け主としての役割を果たすシーンが、思い起こされる。トールキンは、 コビットの冒険の中で重要なシーンの一つとして、わしの出てくる場面で、ビルボの言うタストロフ的感情を描いている。ありがとうございます。